うわー、かっこいい。なんか青くん、白くん、青くんだけみたいな感じです。なんだよ、こう表情。休みの水の俺みたいな。そうです。なんかすごいね、こうゼロに戻るような、はい、イメージもあるし、やっぱり出発も素晴らしい。してもらった。ラウンドレッスンしました。バンカーとか教えてもらった。いや、そこまでそこまでいかなかった。やっぱスイングとあと基本的に結構直された。いや、ちょっとだけ、ちょっと。意外と難しい。さっきのね、つながると考えると、あれがなくて、そうそう、抜けない。
今朝何時に起きましたか。5時50分。昨日何時に寝ましたか。昨日は11時半くらいです。お健康的。ちょっと眠い。いや、夜更かしした。そうですね。9時寝てるから。本当ですか。いつも9時に寝て、6時半くらいで起きる。最後です。こんにちは、浜尾京介です。さあ、今日はキャストサイズの表紙の撮影ということで、僕は、キャストサイズの表紙、何度か載せていただいたことはあるんですけれども、一人での表紙は初めてで、実はちょっと緊張してたんですけれども、優しいスタッフさんばかりで、なんとか最後までリラックスして撮影することができました。僕的にはすごくおしゃれな天気も良くて、日もバッチリですし、すごくいい写真が撮れたんじゃないかなって僕的には思います。はい、僕も早く見たいなって思って。